ポンプ質構造概念図1、ステーター2、ローター3、ベーン4、スプリングロータリーポンプは、油回転真空ポンプとも呼ばれ、回転する内部の羽が機体をかき出すように排気する、真空ポンプの一種である。RP と略されることもある。最も一般的な真空ポンプであり、種類も多く、価格も全体的に安価である。また、大気圧から作動させられるため超高真空が、 必要な際の初期荒引きや排圧を維持するための補助ポンプとして使われるほか、広く産業用に用いられている。多くは電気モーターを動力源とするが、エアタービンなどが使用される場合もある。到達真空度は11パスカル程度。典型的なロータリーポンプの内部構造。上部右側のフランジが吸気口。上部左側がオイルトラップ。 油は密閉のために用いられているが、この油が蒸発して、真空容器側に干流することは、容器内の機器類にとって好ましくない。このため、ポンプ油干流を嫌う装置に接続する場合は、フォアライントラップをポンプと真空容器の間に挿入される場合が多い。また排気にもオイルの蒸気が含まれるので、排気口にもオイルミストトラップが必要である。 最近ではオイルを使用しないタイプのポンプも開発されている。使用するにつれ、また凝縮性の高い蒸気を吸入するとこれが油に混入して性能低下をもたらすので定期的なオイル交換が必要である。ロータリーポンプメーカー、ありがとうございます。